雪見、生きてる？だから農村体験なんてうちらもやしには苦行でしかないって。フェスならいくら歩いても平気なのに。野々宮ちゃんよく歩けるね。ガールスカウトで山歩きには慣れてるの。それにしても野球部の2年生エース、強豪校のエースストライカー、将来有望な柔道部員、イケてる運動部とうちらみたいなオタクとバンギャとロリータが同じ班なんてね。あれ、道迷ったかも。おかしいな。はあ、ちょっとしっかりしてよ。あんた班長でしょ。心配すんなって、エース様についてこい。うざ。ホームステイ先のお宅に連絡してみましょう。この辺ずっと圏外だよ。歩くしかねえな。マジか、もう死にそう。トレーニングにちょうどいい重さ。重さってこれ、これ逆につらいんだけど。イケてる運動部グループだと思ってたのに結構バカ。なんかイメージと違う。あ、家ってあれじゃね。もう夕方じゃん、やっと着いた。すいません、城南高校の生徒っす。あれ、どうも。ちょっと勝手に開けんなって。あれ、誰もいね。いや、違う。降ろさなきゃ。どう見たって死んでんじゃん。通報、死ねと。ここも圏外だって。このお宅の電話を借りましょう。は？死体の横通るなんて無理。ちょっと野々宮ちゃん。電話が壊れてる。誰か呼びに。さっきの道戻るの？夜道を歩くのは危険だわ。明るい時間でも迷ったのに。今夜はここに泊まりましょう。本当の恐怖はこれからだった。私はここでこの村の真実を知ることになる。